はい、はい、ホットキッチンシーズン2です。ホットキッチンねえ、はい、ユノシェフが戻ってきたぞ。はい、約1年ぶりですね。ねえ、はい、はい、本当にあの時今見てもとんでもない料理を、まあ、結果はそんなに悪くはなかったんですけど、でもあの時から1年経ったので、まあちょっと実力がちょっとうまくなったんじゃないかなって思っています。最後まで何があっても信じてください。はい、さあ、まあ、まず大切なのは信じることですからね。そうですね、ユノシェフをね。さあそろそろユノシェフにさあ返信しないとね。はい、かっこいいですよね、名前も入ってるの。今回そうですね、いやユニフォームが進化しましたね。はい、もう本格的ですよ。そうです。さあ今回作っていただける料理は、今回の皆さんに紹介する料理は、はい、ふわーとろ卵の明太子のスパゲティです。ふわとろ卵の明太子スパゲティ。はい、でもこれちょっとタイトルが長いから、はい、つまりユノゲッティって、はい、ユノゲッティ、はい、ユノゲッティ、ユノとスパゲティのゲッティです、はい、覚えてください、ユノゲッティでございます。ユノゲッティ始まります。はい、それではいきましょう。さあまず材料はこのバターと、はい、その生クリーム、生クリーム、はい、そしてマヨネーズ、はい、そしてオリーブオイル、そして大葉、一番重要なものです。明太子、そしてスパゲティの麺、そして海苔です。はい、はい、そして卵も、はい、あっちにあるんですね。はい、知らなかったですね。はい、これも、はい、必要です。ケチャップも必要です。はい、さあ始まりましょうか。ではお願いします。はい、最初はこの大葉をまず刻みます。どうやって刻むか、さあこうやって刻みますよ。で丸々で、おお、でこの最後これは切ります。はい、これで切ってたらこういうふうに、はい、こういうふうに、おお、はい、はい、こういうふうにします。本当ですよこれ。ユノシェフを最後まで信じてください。なぜかというとユノシェフだから。はい、じゃあそれを、はい、それを全部入れて、次は大葉切りました。次は、はい、次はこの魔法の明太子、魔法の、はい、なんだよ、はい。はい、じゃあ、じゃあこれはまず、さあこれどうやるんですか。これを上だけ、うん、ゆるく切っちゃいます。ほう、上だけゆるく切っちゃって、ね、そこでこういうふうにやって、はい、この後ろで、おお、はい、おーおお、拍手が沸き起こってますよ、イノシフ。そうですね、なんか今日なんか思ったより流れがいいですね。いいですね、はい、スムーズですね。スムーズですね。そうやって、はい、これはいらないです。はい、薄皮ね、いらないですね、はい、それでこれはこの中に入れるんです。はい、もう手際の良さにみんな感心してますよ、ユノシェフ。僕も感激しました。はい、じゃあそれで次はソースを作ってみましょうか。はい、はい、ソース、はい、ソースを作ります。はい、まず大さじで、大さじ1杯です。これスプーンもう用意してるから全部入れます。はい、はい、うん、で次もマヨネーズも入れます。それじゃ入んないんじゃないかな、綺麗に。そうですね、ね、そう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 、そしたらこれをこういうふうに、こういうふうに入れます。はい、入れます。ずっと入れます。はい、さあ
入れた入れた、ああよかった。さあこれを全部入れて、次は生クリームを入れます。はい、これも大さじ1杯です。うん、はい、そして次はバター、またはまだです。バターまだ、はい、はい、まだです。バターはまだ、なぜかというと、ちょっと見たらすぐ分かるようになりますよ。さあ、じゃあ次は、はい、そして麺を作りますよ。スパゲッティ、はい、スパゲッティの麺を作る予定なんですけど、はい、まあ、スパゲッティの麺は4分が一番中いいです。まあ、そうめんは1分、そしてスパゲッティ麺は4分です。皆さん覚えてください。はい、ちょっと4分のためにちょっとタイマーを押して、さあ行きます。はい、これ適当にやった方がいいですよ。毎回真剣にやったんですけど、まあ同じだったんです。はい、それで、はい、するときすぐこの卵を、はい、用意します。ああ、何ですか、何かありましたか。なんかすごい慣れた手つきですね。そうですね、片手で、片手で卵を入れましたよ。ですよ、はい、ユヌシシェフになったらこのぐらいですよ。はい、そしてこれを、はい、実はこうするんですけど、うん、はい、これはミシルさんお願いします。え、はい、あ、溶くんですね、卵、はい、分かりました。こうやって、こう、ほらほらほら、こうもうできてるじゃないですか、私は。時間のためによろしくお願いします。はい、さあその間に僕は今からバターを入れます。はい、こんな感じ、いい感じです。さあ、火の強さも一番重要ですよ。はい、まあもちろん強い方もいいんですけど、ちょっと弱めにやった方がちょっともっとふわーとろの卵になります。はい、さあこのぐらいにしといて、はい、じゃあバターを入れます。じゃあ結構たっぷりめですね、バター。なぜかというとこれがじゃないですよ、ユヌシェフだから。それはこれが後のフワ、もっとフワトロのためです。はい、ちょっと信じてください。はい、はい、また多めの方がふわっとなるってことですね、ユヌシェフ。はい、その間に、はい、このバターを入れて、はい、もう一回ありましたからね、はい、これを80% だけ茹でます。溶かすんですね。あ、溶かします。はい、はい、ありがとうございます。まあ本当に、まあもっと詳しく言うと、うん、79.125 ぐらい、はい、そこまで分かるんですか、ユヌシェフは。すぐ見たら分かる。分かる、さすがだな。あ、そうそう、パターの気持ちも分かるようになります。はい、なんかざわめいてますよ、皆さんが。ちょっとお湯入ってないかぐらいな感じに今。もうちょっと入った方がもっと柔らかくなるから。はい、皆さん覚えてください。はい、それをだってもうバターが、まあ始まった。そっちのバター、ちょっとユヌシェフ、はい、何ですか。はい、バターがなんか黄色じゃなくて茶色っぽくなっているような気がするんですけど。これは湯のゲティだから。そうですよ、色がただの色じゃないですよ。さあ最後まで信じてください。さあこうやって、じゃあ、ね、卵、はい、それで、はい、ちょっと水も入れます。さあ入れて、はい、これをまず混ぜます。ユヌシェフ、やっぱりね、スタッフ全員があの茶色のバターは焦がしすぎだろうという、今判定が出たようでですね、急遽。ああ、皆さん知ってないですね、新しいバター。いやいや、キャラメルみたいな、そのオムレットのためでした。でも皆さんが、はい、あ、もう終わった、終わった麺が、はい、鳴ってます、アラーム。はい、さあ、はい、これを、はい、こっちに
言います。ええじゃないですよ、ユノシェフ。はい。それより絶対にそこにあるトングの方が楽。そうですね、こっちの方が楽ですね。そう今気づいた。でも構わない、大丈夫、止めときますよ。はい、ありがとうございます。はい、それをやってやって、また弱めにやって、ねえ、もうほら、焦がさないでねってみんなの祈りが今届いてます。わかりましたよ。はい、さあそれでちょっと水を切る。本当に最初良かったんじゃないですか。さあ行きますよ。大丈夫大丈夫、パフォーマンスだから大丈夫。それでこれを入れます。ユノシェフがこう手掛ける材料はみんな元気だからね、外に出てっちゃうんですよね。そうですよ、大丈夫、はいはい、大丈夫、大丈夫。それさっき切ったこれとこれを全部入れます。ユノシェフ、はい、バター大丈夫大丈夫、まだです。またスタッフがバターを持ってくる雨になりますので、はい、で大丈夫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 です。火と止めとけばいいんじゃないかな。いやいや大丈夫ですよ、問題ないですよ。はい、それで、はい、これを入れるんです。卵、はい、はい、豆乳、はい、ふわとろですからね。そうですよ、ふわとろです。それがポイントですからね、はい、そういう時、はい、これを一緒に混ぜます。はい、オムレツ放置ですか。あ、大丈夫です大丈夫です大丈夫です。計算通りです。いい感じ。はい、いい感じです。はい、大丈夫です。はい、まだ大丈夫です。ちょっとずつね、弱火で火を通しながら、まあやはりシェフというのは一つだけではなくて二つぐらいのことを一手にできないとね。あのレベルに なりました、僕が。いよいよ、はいはい。それで次がこれを、もうちょっと、あ、さっきからずっとこうしたんですよ。これでもう一回やりました。これでワンを作ります。料理をしているシェフユノ、あ、シェフユノ、ユノシェフより観客の皆さんの方がよく見えるみたいですよ、この今どうなってるか。いや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 、こういうふうにワンを作りながら、さ、こういうね、このふわとろ加減がポイントですもんね。そうですね、ふわとろがポイントです。そうですよ、うん、もういいバターのいい匂いがしてきてます。そうです。頑張るわけじゃないでしょ、ユノシェフだから。大丈夫ですよ、問題ないです。それでこの中でこういうね、いい、いい、か、あ、いい感じ、いい感じ、うん、美味しそう、美味しそう。こっちの方がいいかな。おお、こぼれそうですよ、ユノシェフ。大丈夫です。大丈夫ですか。ただのパフォーマンスだから大丈夫です。それでこのぐらいになったこそ、はい、これを入れるんです。これがユノッケティの秘密です。はい、こういうね、これはあれなんですね、オムレツ、オムライスしてるでしょ、オムライスの中のようにご飯じゃなくてパスタが、スパゲッティが入ってるってこと。そうです、これで新しいスタイルです。それで湯のゲティです。はい、ね、さあ一遍にくるめるのか。そうです。落ちる落ちる、卵落ちる。あ、いきますよ。はい、おお、はい、ね、できたできた。どうなるかと今、はい、ヒヤヒヤしてましたけど、ユノシェフだから当たり前じゃないですか。はい、それでさあ、そして、はい、これを、ああ、こういうの、おお、これでやって、あ、さあ最後ケチャップで、はい、名前書きます。
おー、今日何日でしたっけ11月24日24、はい、そうです。おー、完成です。さあ、ということで出来上がりました、ユノゲッティ。いやいや、どうなるかと思ったけども、仕上がりはいいんじゃないですか。さあ、味の方、全部計算通りになってます。味の方はどうなのか、では登場していただきましょう。チャミさん、さあ、なかなか今日はいい感じに出来上がったみたいなんですけど、どうですか、見た目から。ですね、うん、もうかなり順調ですね、昨日と比べて、ね、本当に、はい、まあ、一回焦がしましたけどね、バターはねなしにして、それは、はい、バターもそうだし、火も、もうつけなくて、ずっとそのまま置いていたり。あ、それはわざとでした。ユノゲティのために、もうちょっとふわーのためにそうしました。でも最終的にはかなり、うん、昨日よりはですね、はいはい、なんか食べ物の感じがしてて食べ物になったやっとって感じですか。はいはいはい。おー、じゃあせっかくですから味見をしていただいて。はいはい。なんで食べるのが頑張ってね美味しいの。チャンミンさんの感想をね。確かに昨日と比べてちょっとスパゲティと卵のバランスって言いますかね、はい、なんか昨日は卵とスパゲティがちょっと別々で、うんうん、言ってましたね。はい、置いてあった気がしてて。さあ、どうですか。返事がない。どうかな。あ、本当に言っていいですか。はい、いいですよ、正直に。おかしいですね、見た目は、うん、昨日よりかなりすごくなんか美味しそうな食べ物なんですけど、はい、でも昨日、あ、今日はですね、でも昨日はちょっと形はそんなに良くはなかった んですけど、うん、なんで味がですね、昨日の方がもっと美味しかったという気がしてるんじゃないかなと。あ、見た目は今日の方がいいんだけど味は昨日の方が良かったとチャンミン様おっしゃってるんですけど、ユノさんは自分で試食してみてどうですか。あ、昨日の方がいいですなんか何が足りないの。スパゲティとなんかこの明太子と、はい、なんかそのスパゲティのソース混ぜながら、うん、バランスがちょっと昨日と比べてちょっと崩れてるんじゃないかなと。明太子が足りない。明太子が足りない、うん、明太子が足りない。昨日の方が明太子がでかかった。でかかったで、明太子の味がちょっと足りないですね。明太子の量がちょっと今日は足りなかったから、うん、それでそれよりちょっとマヨネーズの味がもうちょっと出てますね。あ、でも悪くはないんですよ。あ、うん、本当に悪くはないです、うん、悪くはないけれども、チャンミンさんは昨日の方がもっと美味しかった。まあ、あえて言えばそうなんですけど、今日もまあ、でもいいですね。はい、はい、確かに、うん、この無理やり言わなくてもいいよなんか僕が卓球で負けて、うん、もうかっこよかった、頑張った、まあ、そういうふうに慰めてるんじゃ、もうそれと一緒だよ、うん、負けてるどういう気持ちか分かってる、うん、分かってる。はい、でも成功でした。昨日じゃなくて後ろで見てて、はい、昔より料理の実力が上手くなったのは、まあ、うん、まあ、確実なことじゃないかなと。本当にそれは素晴らしいですよ、手際の良さといい、ユノショップだから、はい、はい、さあ、ということでユノさん、はい、見事ユノゲッティを作っていただきました。